あれ、ラダーマッチってやったことあります？ない。あ、ないですか、ラダーマッチ。いやー、でも、迷ってます、ね、迷ってるってことは、ラダーの上で技は食らいたくない。まあ、それはみんなそう。あれはめっちゃやだ。パワーが強すぎて、強すぎて、はい、ラダーが変な方向に曲がってたから。AEW NOW でございます。今回はゲストに石森泰治選手がいらっしゃって、なんと半年ぶり。そんなだったんだ。そうですね、9月以来の AW 解説でしたね。ああ、そうですね、すっかり楽しんでいただいたようで。もう久々でも面白いね。はい。ああ、でも石森選手がいないうちにこういう NOW という新企画が始まっております。いや、びっくりしちゃった、はい、こんなもうバレットクラブボーンソルジャーにこういうことをさせてしまうのはどういうかと思いますけども。いいけど、はい。で、今回のダイナマイトなんですが、もうね、石森選手が大変喜んでらしたのがあのラダーマッチ。最高っすね。すごかったです。すごすぎたわ、本当に。あれはどうかしてましたね。みんなどうかしてるけど、はい、困んでる。やっぱ困んでる。やっぱりコマンデルさんは、すごいすごいというのは聞いていましたけれども、本当にすごさが分かりましたね。多分ね、噂を耳にしてる方もいらっしゃるとは思うんですけども、やっぱ見たらね、もうダメだね、想像を超えますね。あれできます？できるわけないじゃないですか。できるわけないや、できない、やっぱりできるわけないな、本当に。やろうと思わないよ、あの、本当に。どうしてで、どうなってるんですかね。はい、やっぱ世界は広いですね。広すぎるし、恐ろしい、恐ろしい、これあんなのが出てきたら、もう本当に。もう石森選手にいつ牙を向いて襲いかかってくるか分からないですよ。いや、かみしれない、本当に困んでねえ、あれはやばかったな。歩く歩くとは聞いてましたもんね、はい、あの人はどうやらロープを歩くらしいと。でも走ってって、今日みたいな明らかにこうパッ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 って走った上であんなに飛ぶんですね、うん、今日は走ってた。ラダーマッチ自体もめちゃくちゃ面白いんですが、うん、めちゃくちゃでした。はい、面白いんですが、やっぱコマンデルが印象に残ってしまって、はい、竹下選手も出てるのにね。でも本当に今こうやって、まあ、見てて、あの時の選手だってのがやっぱ将来あるかもしれないんでね。うーん、新日本プロレスに来ちゃったりするかもしれないし、どこか他の団体に来ることもあるかもしれないし、間違いなく覚えておいて、損はないコマンデル、はい、よかったですよね。よかったです。ラダーがこう縦に横に複雑にこう、はい、重なってあれ、ラダーマッチってやったことあります？ない。あ、ないですか、見たことは何回もあるけど、ラダーマッチはない。ないんですね。意外と一回もない。意外にありそうなもんだと思ってたんですよ、はい、ない一回もない。どうですか今日見て、ラダーマッチ。いやー、でも、迷ってます。迷ってるということは、見てもいいかなっていう。いや、あのラダーの上で技は食らいたくない。まあ、それはみんなそうだと思います。あれはやだ。はい、結構ね、見どころ多いんで。AR フォックス選手の痛そうな顔がもう、はい、印象的で。あと私何気に驚いたのが、あのパワーハウスホブス。はい。はい、めちゃくちゃでかい。でかい、あのラダーの上で、あの一番上に足を揃えて綺麗に立つんですよ。最後本当に綺麗に。あれびっくり。確かに。何気にびっくりして。レフェリーに押さえててもらってましたけどね。足場は押さえられてたけど、はいはいはい、上で立ってるんですよ。だって百何十キロの方ですよね、はい、だあれやっぱり一番体感ですか。体感だろうね、えー、しかもあれ一度曲がったラダーだからね。そうでした。どうにかしてこうあいつがやったのかわからないけど、そうでした、うん、ホブス選手のパワーが強すぎ強すぎて、はい、ラダーが変な方向に曲がってたから、はい、なっちゃって。なので本当ダイナマイト見どころ多いですよ、はい、あの多分皆さん、はい、ラダーの印象しか残らないかもしれない。残らないと思う、はい、で、ランページの方なんですが、まあ、ランページもですね、ちょっとまあこういったはなんですけども、エモいシングルマッチが ありましたね、はい、はい、桜井美選手とリホ選手のね、うん、これはね、あの新日本プロレスファン、 AW ファンのみならず、ガトームーブファンにも見てもらいたいということで、ぜひね、これを機会に新日本プロレスワールドに加入していただくか、ぜひこの一戦を見るためにしてほしいですね。いやー、まあでもね、やっぱりラダーですわ。振り返るといろんなことを、そうなっちゃう、そうですね、ダンハウゼン選手もとかもいろいろいましたけど、はい、やっぱこう印象的、最終的にはこうラダーがそうなんです、あの全部面白いんです今回も、うん、間違いなく面白かったですよね、はい、面白かったです、はい、ダンハウゼンもね頑張ってましたよね、はい、
大活躍。笑, , 笑っちゃってるんですけど、まあ、そうですね、はいはい、頑張ってましたけど、すごい頑張りました、はい、やっぱりどれか一つ選べと言ったらあのラダーマッチになるんで、はい、みんなに見てもらいたいですよね、はい、石森選手もなんかね、本当にこの業界いつどこで何が起こるかわからないので、うん、なんか AW とかシレット出ちゃったりするんじゃないですか。そうなんですかね、こればっかりは分かんないから。そうですよね、誰かと戦いたいとか、うん、いやありました。あ、そうだ、興味、なんかちょっと興味の湧いた選手とかいますか。いやでも結構興味ある選手はたくさんいるけど、はい、うん、キースリーとか、キースリーはもうデカすぎる絶対できない、あの本当にやったとしても何もできない、本当に。でもなんかあのトップファイトのあの2人はいいね、ダンディ選手、ダリス選手、あれはいい選手だなと思って見てて、ちょっとね、なんか、まあ、体重はジュニアリミット入ってると思うので、でもでかいよね、でかいんですよ、2人ともでかい、本当にもう上背があるんで、そこが大きな武器になりますね。でかくて動けるってもうかなわないよ、はい、なので石森選手のね、うん、その新鮮なリアクションも含めつつ、まあ、今回の AW ダイナマイトランページ見ていただきたいと思いますし、あとラダーマッチは最低3回ぐらい見てください。あの、ね、意外にツッコミの部分多いんですよ、面白いんですよ、はい、見どころありすぎて、はい、エディ・キングストンとオルティスはどこに行ったとかね、あれあ確かに、はい、そうでした、最初しかいないの、はい、最初しかいない、そういうね、なんかあと あなた関係ないでしょみたいなのが出てきたりとか出てきちゃったり、 あそこは良かったですね、2人の関係性も、はい、あの相変わらずの AW あるあるがね、うん、リング上で繰り広げられるのでぜひ楽しんでいただきたいかなと思います。ということでまた石森選手、遊びに来てください。はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。どうも。